ちょっと一つお願いがあるんですけど、昔から憧れていたあの地へ、逃したくないこのチャンス。この次の試合僕らが勝ったら、ちょっとメキシコに修行に行かせてもらいたいなと思って、児玉がメキシコに修行に、はい、児玉雄介。時の流れの速いこの世界に身を投じ2年、周りが自己主張を始めている今、男もまたチャンスを求めていた。そしてついにその時は来た。リッキー・マルビン、スペルクレイジー。メキシコはもちろん、世界のリングを知る2人が児玉の前に現れた。パートナーはメキシコからの留学生、エルイゴデル・パンテーラ。いいっすか、いいっすか、行って、はい、勝ったら児玉のメキシコ武者修行が決定。器用な男の不器用な主張。児玉はメキシコでの生活に今から慣れておくため、激辛のソースで気合を入れた。勝って人生を変える。児玉はメキシコ武者修行の夢をつかむことができるのか。タッグマッチ、リッキー・マルビン、スペルクレイジー対児玉雄介、エルイホデル・パンテーラ。 Ready to release.